皆さんこんばんは。アニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義です。さあ始まりました。ヤングタウン火曜日。119回目の放送でございます。いやー、引っ越し完了しましてね。私、ありがとうございます。ありがとうございます。なん <laughs> 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 やこれ。この入り口。まあ、僕みたいなクソメガネ目に みたいなもんにでもですねあのー、物件を貸していただける、えー、素敵な不動産屋さんと大山さんがありましてえー、でお家の方を引っ越しさせていただいたんですけど引っ越し大変やね40代の引っ越しは大変 !2 日がかりよ。もうあのー、引っ越し日だけお休み頂い,いてたんですよ。で1日お休み いただいてでもう1日は制作日、えー、要はなんか、えー、次の作品に向けてね曲を書いたりする日だったりもしたんですけども結局その制作日もちょっと潰れちゃって引っ越し2日かかりましたね僕の場合なんかあの段ボールの中のこう中身があのいわゆる今まで関わってきた作品の あの DVD、ブルーレイとか CD とか、もうほんと山のようにあって、多分あのー、引っ越しするときに、まああのー、自分だけだと結構手が足りないからっていうので、あのー、40代、50代ぐらいのおばさまに、あのー、荷物詰める、こう、ための、まあ、方がいらっしゃるんですけど、そのプロフェッショナルの方に頼んで、で詰めていってもらったんですけど、 なんかすごいもう CD とかブルーレイとか裏面のバーコード全部「プロモーション用」って書いてるから「この人いよいよやばい人なんじゃないかな」って思われてたんちゃうかなって <laughs> ねめちゃくちゃプロモーションのやつ詰めてるかな私みたいな感じで詰めてはったんですけどもいやまあそれでも引っ越し完了しましてねいやー今の大石正義は多分日本で一番家電に詳しいです。 えー、まあ今回引っ越しを機にね、あのー、家の家電を一掃しようと思って、まあ例えば洗濯機だったり、えー、掃除機、えー、電子レンジ、えー、ケトル、うん、炊飯ジャー、もう全部買い替えたろうと思って、もう電気屋さん、10はいったね。えー 同じ説明10回ぐらい聞い聞たたっっわ電子レンジめっちゃ詳しい今どないいいしよう何でも聞いてほしいあちなみに結局僕が買った電子レンジがあの、まあ、これ別に忖度とかうんぬんとか関係なく、まあ、実際に買ったものなんで言うんですけどもあのパナソニックさんから出てるビストロシリーズっていうのがあってでその電子レンジを買ったんですけど最近の電子レンジすごいね な、液晶になってて、タッチパネルなんですよ。もう電子レンジも。ほいで、あのー、まあ、何ワットとかね、そういうのをタッチパネルで調整できますよっていうのみならず、レシピがついてんの。すごないでね、レシピっていうタブをこうパッと押したら、その、電子レンジで作れる料理のレシピがずらーって。あなたは何を使いますかパスタ肉それとも、 野菜みたいな感じでこうあの <laughs> ちゃんと案内が出て「あじゃあパスタ」ってパスタを押したら「あなたが食べたいメニューはどれ?」みたいな感じでこんな声出ないですよこんな声出ないですけどそのパスタのメニューがブワーって出てもう10品目ぐらい1020バーって出て「じゃあペペロンチーノ食べたいな」ってなったらペペロンチーノを押すじゃないですかそしたらあのー、スタートボタンとあと QR コードが出るんですよ で、QR コードをスマホで読み取ったら、その、えー、パスタ、ペペロンチーノのレシピが出るんですよね。で、スマホを持って、例えばスーパーとか行って、材料を買って、で、まあ、材料がもう、あのー、冷蔵庫とかにあったら、そのスマホを持って、キッチンに行って、その材料を、まあ、刻んだりとかして、で、 ガラス製のね、ボールの中に、その材料全部入れるんですよ。で、パスタも乾麺をね、入れるの。で、お水を入れるの。んで、ボタン、一つで、ペペロンチーノ。えぐ。これ買います。ええ。ちなみになんですけど、まだ使ってません <laughs>。<laughs> <laughs> なんでこのあとちょっと使ってみてもしかしたらねなんかいろいろあるかもしれないですけども一応その電気屋さんの店員さんに10回ぐらい説明していただいた感じだとすごいワンタッチであの電子レンジで今はもうお料理ができるんですよということでいやー電子レンジも進んでるなーっていうことでお値段13万円しますえぐー 電子レンジ13万円の時代よ。しかもあれなんですってやっぱこうあの物価高も相まってもうえげつないぐらい今家電の値段が上がっててドラム式洗濯機買ったんよ。一番最新のやつ。でまあ、タッチパネルで AI 搭載のやつ。AI 搭載でてすごないドラム洗濯機に AI が入ってんねんで。<laughs> 考えるの今。 洗濯機が、洗濯物のことを一生懸命、そんな時代が今来てるんです。ね、ドラム洗濯機。えビッグドラムっていう、あのー、橋本環奈ちゃんが CM してるやつです確かね。うん。でも、あのー、もうすべての機能が、あのー、ついてて、最新のやつ。お値段。 三十六万円。ええ、<laughs> 電池レンジと足してください。四十九万円。えやば。やばい、やばい、やばい。電化製品やばいよ、今。<laughs> 二度聞きしたもん、<laughs> 山田電機の人に。三十、三十六万円っすかつって。<laughs> やばない、今。 こういう時代がもう来てんねんって。ねいやー。 すごいですね。まあでも、引っ越しっていうね、こう、機会がないと、多分、ここまでこう、調べたりとか、教えてもらうことなかったりしたと思うんで、いやー、最新の家電ってすごいなーって思いながら。まあ、えー、引っ越しもき、ね、終わったことですし、まあ、予想を新たにというか、まあ、自分的にね、気持ちを新たにですね、えー、ヤンタンの方を望んでいきたいと思います。それでは参りましょう。MBS、ヤングタウン。 改めましてこんばんはアニソン界のおしゃべり草メガネことおいしいまさよしですさあこの番組は YouTube でも生配信しておりますよコメントも拾っていきますドラム式高いよねそうなんですよめちゃくちゃ高いんですよそんなのハシタガネなんでしょうじゃかましわい50万は50万やな <laughs> めんなよ <laughs> <laughs> ごめんなさい <laughs> 普通にリスナーさんに喧嘩売ってる感じになっちゃった <laughs> 違うのよやっぱ50万すごないすごいよね家電で50万まあまあまあまいいでしょ <laughs> まだすいません まだねでも使いこなせてないですし正直ドラム式に AI 入ってるってすごい今プロモーションしましたけど AI が何なのかいまいちピンときてません, <laughs> なんでこれから使っていってていじゃあ あのヤンタンでその俺の家電コーナー作りましょうか <laughs> 自分の家電が今こう使ってみてあこんな感じの電子レンジで料理ができましたよとかドラム式の AI がこんなことを考えてくれましたよとか報告しますわもしあのなんか進展がありましたら、えー、ご,ご期待いただければと思います、えー、X のコメントも拾っていきますよ「ハッシュタグおいしヤンタンでつぶやいてください」えー あー冷蔵庫はえっともともとあったものを運びまして照明とカーテンは備え付けのものあのもともとその賃貸なんですけど賃貸についてるものを使わさせていただいてますね、うん、メールアドレスは ycatmbs1179.comycatmbs1179.com m, com, y m ですよろしくお願いいたします あのー、大石武道館が3月の2日い,やもういよいよ再来月もう1ヶ月半ぐらいになりましたかねえー、ということで僕もちょっと体力づくりしなきゃいけないなと思いましてあのジョギングをしてるんですけどあのー、まあ僕今御年44歳 でしてでこう学生時代はそれこそサッカー部でもうグランド中を走り回ったりとか中学3年生の時なんて陸上部長距離の陸上部からスカウトされてあのサッカー部から駆り出されるぐらいのスタミナ小僧だったんですけどもう今もう肺に多分クモの巣張ってんじゃうかなっていうぐらいあの肩で息するもう本当クモの巣野郎になっちゃってて。 でちょっとずつ体力を取り戻そうということでジョギングをあの始めてるんですけども本当体力を取り戻そうっていう感じなんでもうトロトロもう歩いてるか走ってるか分からへんくらいのペースで走ってるんですよ。でまああの何、ー、て言うんでしょうかこう,こういうやつってやっぱ朝とかあとはまあ昼間とかに。 走るんですよねでも、まあ、夜走りたくなるじゃないですか。でもうね夜ともなると上級者しか走ってないんですよ。もうあのおじさまもそうですしあの女性一人で走ってたりしたかなあとはお子さんとかももう走ってたりするんですよ。中学生ぐらいの男の子とか。もうね パコパコに抜かれていくっていうね。<laughs> っていうか、なんでお前がこの時間帯走ってんねんみたいな感じなんですけど、うわーってどんどん抜かれていきながら、なんて言うんでしょう。あのすごい 敗北感 <laughs> でもこれをちょっとね、少しでも体力取り戻して埋めていきたいなというふうに思ったりはするんですが、新居になっていろいろとあの、環境とかもね、慣れていかなきゃいけないなと思ったりする、今日この頃なんですけども、あの、この1週間で起こったことと言えますとですね、あの、大石武道館3月2日にあると言いましたが、その大事、 が公開されました習字のペンでねペンというか習字のなんて筆で「おいしい武道館」みたいな感じであの書かれてある大字なんですけども、えー、その大字が公開されましてすごい反応があって嬉しかったなというふうに思うんですけどこれがいわゆるこう武道館のコンサートがある時に入り口のところに飾られます。多分上がるね <laughs> <laughs> もう上がってますよだって、えー、かれこれアーティストデビューしてバンド時代から数えると23年ですか23年越しの夢が叶うということで、えー、3月の2日に、えー、武道館でワンマンライブもう、あのー、現地のチケットはソールドアウトしてるんですけども配信チケットの方が、えー、1,000円で、えー、売ってありますんで、えー、ぜひ皆さん3月2日。 さすがに大石の武道館見たのかなっていう方はですね、えー、配信チケットを買ってご覧いただければなというふうに思いますよろしくお願いいたしますそれから今週あったことで言うと、えー、テレビアニメ「ドサンコギャルは生ラメン恋」が放送開始となりましたありがとうございます、えー、こちらのオープニング主題歌「生ラメン恋ギャル」を私大石正義が歌っておりますそしてまだ、えー アニメ上では流れてはいないんですけどもエンディングテーマ、えー、アニソンシンガー今日ね、えー、ゲストで来ていただきますアニソンシンガーのあさかちゃんが歌います「わやわやわ」こちらも作詞作曲編曲させていただいております。後でねあさかちゃん 来られると思いますのでいろいろとエンディングテーマについてもお話を膨らませていけたらという風に思いますんでご期待くださいよろしくお願いいたしますメールがたくさん来てるらしいので紹介していきましょうジャリネームえピータローさん生ラメン恋ギャルミュージックビデオの感想ですと大石さんこんばんはこんばんはえ生ラメン恋ギャルミュージックビデオを拝見しましたありがとうございます リアル秋葉ボーイズと一緒にキレキレでアグレッシブに踊る大石さんが印象的でした。お<う>イヤリングがマリモっぽかったり、レトロ風 CM の場面では、えー、画面比率が4対3になるなど細かい演出もあって見るたび楽しめます。よく気づいたね、えー。口ずさみたくなるキャッチーなメロディーが印象的で好きな曲でしたが、ミュージックビデオでさらに好きになりました。とても良かったです。ありがとうございます。余談なんですが、 ぐずってる息子にこのミュージックビデオを見せると泣き止んで食い入るように見始めますそういった意味でもちょっと助かってますえー子供にも人気子供はね無邪気やしねもう音楽うんぬんかんぬんとかねもう色眼鏡で見てないですからねええ、さぞかしい,いい音と映像なんでしょう <laughs> <laughs>、うん、純粋にいい音と いい映像なんでしょう。ぜひ見ていただきたいですね。マラメン・コイ・ギャル、えー。Google で検索したら、ミュージックビデオ上の方に出てきますんで、見てやってください。そう、今回のミュージックビデオは、あのー、秋,葉初秋葉原発、えー、ダンスグループ。あの、よくね、ダンスグループのこととか、ダンサーのことをビーボーイって呼んだりするんですけども、ブレイクダンスとかをね。踊ってるダンサーさん。えー、このリアル・秋葉ボーイズは、A ボーイ。 秋葉原の A から撮ってるんでしょうね A ボーイと称して自分たちのことを「リアル秋葉ボーイズ」というダンスグループで、えー、まあオタクの格好をしたオタクが踊りそうなアニソンを踊るみたいな感じのダンスグループはいるんですが、えー、もう付き合い的にはかれこれ10年ぐらいになりまして、えー、僕のデビュー曲、えー「君じゃなきゃダメみたい」 っていうね楽曲あるんですけどもその曲をニコニコ動画で踊ってくれてそこからの中なんですよね。でもうそうだ「リアル秋葉ボーイズ」「紅白」出てたじゃんすごっえ俺より先になんで <laughs> <laughs> すごっあそうや腹立ってきた <laughs> えー、そうか <laughs> <laughs> リアルハーキマボーイズ。あのー、なんのこっちゃっていう方はね、あのー、夜遊びね、推しの子の主題歌、アイドルっていう曲を歌いましたけども、そのアイドルの中で、いろんなあの、ダンサーさんが出てたのね、あのー、紅白歌合戦、えー、見た方をいらっしゃると思います。 あの中にはねこう韓流スターのアイドルの皆さんが実際にアイドルっていう曲に乗せて踊ったりとかしてるみたいなあれもすごい感動的でしたけどね僕は見てる感じだとあれ知ってます日本の振り付け日本のアイドルの方と韓国のアイドルの方の振り付けステージ上で違ったの知ってますでそれってなんでかっていうと TikTok で日本の振り付けとして流行ったその 振り付けと韓国で自発的に流行ったそれを、えっと、日本の「紅白歌合戦で」で YOASOBI の本家のアイドルに合わせて韓国のアーティストさんは韓国の振り付けを歌あの踊って日本のアイドルは日本の振り付けを踊るっていうそのなんかねこうコントラストがなんか美しいというかグローバルだなっていう。まあ今回の紅白ね あの国境を越えるというかグローバルっていうのが一つのテーマだったと思うのでなるほどなーって思いながら見てたんですけどもあとあのちゃんと橋本環奈さんもね二人で踊ってねアイドルであれも話題になりましたよねあのー、なんだっけえー、ともともと橋本環奈さんは福岡のアイドルグループで、あのー、可愛すぎるアイドル天使すぎるアイドルでしたっけ それのあのー、話題になったネット上ですごく話題になった写真がありましてもう橋本環奈さんのこうまさにこう今踊ってるっていう振り付けの写真があってそれがすごいバズったんですよね。なんてかわいいアイドルが天使みたいなアイドルが福岡にいるんだっていうので,でそっからもうトントン拍子で今ねもう紅白の、えー、司会をやるようになったわけなんですけどもでその振り付け とあと、あのちゃんの方は、ゆるめるも時代に、あのー、すごい悪魔的なアイドルっていうのですごい話題になってて、まあその表情とかが結構そう破天荒な感じで、舌をペロッと出して、なんかその振り付けをしている写真。これもネット上ですごいバズったその画像が。で、そのお二人が天使と悪魔っていうことに並んで、そのネットでバズった昔の 振り付けの、えっと、ポーズを二人で,したんですよね。それで、ね「お,おここで回収するんやこの二人」みたいな「天使と悪魔並んで」っていうなんかそのエモさとかも、まあ、ネット上では話題になったりしてましたよね。あれもなんかあの今までのこうカタルシスを回収するような感じですごい素敵だなと思いながら見てましたけどもその中にしれっと。 そうリアル秋葉ボーイズが入ってんすよなんなん <laughs> あれ呼ばれましてんって後で言われたけどリーダーの経団に。知らんがな,なっつって。呼ばれましてんじゃなくてっつって。ね。びっくりしましたけど。しかもね、これ、いやあいつら、いやらしいなと思ったのが、この生ラメン恋ギャルのミュージックビデオ撮ったのが12月の中旬ぐらいだったっすよね、確かね。で、 その時まあ世間話とかもね長いミュージックビデオの撮影時間だったんで楽屋でするじゃないですか一言も言ってないの僕に「紅白出ます」とかそういうこと「いや実はおいさん」みたいなねまあもちろん情報を漏洩しちゃいけないみたいなこともあったんかもしらんけども水臭いがなそんなもんえ <laughs> よく兄さん兄さん言うてくれるやんか。<laughs> 大石さんがいなかったら今の僕らのシーンはなかったと思いますよ。ええー、ダンスシーンはなかったと思いますわってよく言うてくれてるやんかなのに。えー、なんでやねん。なんで俺 X 上で知らなあかんねん。<laughs> <laughs> ファンの皆さんと同じタイミングで <laughs> さっき言うといてよって思いながらね。<laughs> その時もでもあの大石さんのミュージックビデオに出れて本当に嬉しいですってメンバーさんみんなねいい人たちとかいい子たちばっかりで、えー、一緒に楽しく1、えー、日かけてリアル秋葉ボーイズと作ったミュージックビデオなんで是非ねあの皆さんも一度。 拝見していただければというふうに思いますよということで、えー、ここで一曲お届けしたいと思います、えー、テレビアニメドサンコギャルは生ラーメン恋オープニング主題歌大石正義生ラーメン恋ギャル大石正義のヤングタウン MBS ラジオからお送りしておりますけどもさあ一 7月ももう中盤を超えてきまして、えー、アニメもねコンクール出揃ってきましてね皆さんはどのアニメ、えー、見られているでしょうかねえどさんこギャルは生ラーメン恋よろしくお願いしますという感じですけどもでオープニングエンディングテーマもね、えー、生ラーメン恋ギャルわやわやはお願いしたいなというふうに思うんですがどうですか今期のアニメのオープンエンドは 全部皆さん堪能しましたかえ僕は、まあ、全部が全部じゃないですけど、ある程度聞かせていただきまして、なんかそんな聞かせていただきましてって言ってもうすごい偉そうな感じしますけども、違うんで、そういう意味で言ってるわけじゃなくって、あの、お手並み拝見じゃなくて、<laughs> <laughs> あのですね、まあ気に入ったとか、気になったっていうのがあったんで、ちょっと、せっかくこういう機会なんでね、 お話し,したいなと思うんですが、えー、今期のアニメのオープンエンド、まあ、ちょっとじゃあ3曲ねピックアップさせていただけたらと思います。って言っても全部有名な曲ばっかりかもしれません。えー、まず1個目「ワンピース、えー あの話題になりましたよねオープンが、えー、北谷博さんでそしてエンディングが大月巻さんということで初代の「ワンピースのアーティストさんが出揃ってですねまたここから、えー、みんなで、えー、旅立っていこうよ感が出るね、えー、そして、えー「アースですかオープニング曲、えー、田中光平先生が書いてもう本当にオープニングタッグなんですよね。 ほいでですね、あのー、映像の方もまた素晴らしい。え ?YouTube でもノンクレジットオープニング映像が公開されてますけども、あのー、今までのワンピースの集大成というか、例えばルフィが着てる服があるじゃないですか、麦わらのルフィね。いつもだったらなんかこう、えっ、ー、と、赤いタンクトップに、みたいな感じで、ね、あの、草履いて、みたいな。 感じだと思うんですけども、いろんな衣装に切り替わっていくんですよ。そのシーズンシーズンに合わせたというか、そのシーンシーンに合わせてそれがまたねえ。もちらかしてるんですね。登場人物も同じくなんですけど、そのオープニングの映像が素晴らしい。そしてまあもちろん音楽もね。壮大で素晴らしいということで、今 youtube の動画でも公開。3日、4日ぐらいあ。じゃあ8日間か。 公開7日8日の今の時点で750万再生いってるんですって。もう多分今までで一番早いぐらいなペースなんじゃないですか。えー、週あと1週間も経てばね1000万再生、えー、4桁万再生ももう見えてきてるっていう感じですけどもこれはなんかあのー、もちろん今までのワンピースのオープニングテーマも素晴らしかったんですけどあのー、やっぱりここ。 数年のあのー、海外でのワンピース人気が半端ねえなって僕ちょっと思ってましてで多分なんですけどまあこれ推測ですよその750万のあの再生数っていうのは多分日本だけの再生数 じゃないと思うんですよ海外の方々がたくさんそこにアクセスして回した結果、えー、こんなふうな数字になってるんだと思うんですけどもまああのレッドフィルムとかもありましたがその映画も公開されたりとかして今までのその「ワンピースの人気にすごい国内も海外も拍車がかかったようなイメージが僕はあってなんでお「ワンピースの新しいオープニングしかも、えー、北谷さんがまた歌うんだっていうのであのみんなが注目して 聞いてなおかつあのー、そのオープニングの映像日に見せられて、あのー、海外の方々も見てるんじゃないかなっていうところであのー、素晴らしいオープニングだなというので、えー、今期注目させていただきピックアップさせていただきました。ア、ね、アース続いいてテレビアニメ僕僕の心の心ややばつ僕 ねえすいませんね MBS 制作じゃなくて <laughs> えそんな顔してないってあ <laughs> 違う違うあのね「僕やば」これ何がすごいってあのオープニングを絵、えー、コンテっていうまあ、ま、要は、えー、とオープニングを作ってる方がですね荒木哲郎さんっていう「進撃の巨人」の監督さんなんですよ。 あとはスパイファミリー」の2期のオープニングの絵コンテとかも切ってる方で荒木さんが書くっていうことで非常にこの「僕やば2期」のオープニングテーマは注目されてたんですけどもまああのあたらよさんっていうねあの割と新しい,い,い、えー、3ピースバンドかなの、あのー、方々が「僕は」っていう曲で。 えー、歌ってる結構エモい感じのロックナンバーなんですがあのね映像がねとにかくやっぱりすごいエモいエメェ <laughs> <laughs> エモいじゃない通り越してエメー <laughs> なんかこういう高校生活過ごせたらよかったなーとか思っちゃうで体育館でね あのキャラクター勢揃いででまあそのヒロインと主人公がちょっとあのまあ大になった場所であの二人で踊るんですけどもうエモいでその360度、まあ、この荒木監督って、あのー、すごかったじゃないですかその立体起動装置とか、ね「進撃の巨人」の話ですけども立体起動装置とかをこうあの操って。 てる時のそののそアニメーションの描写がすげえとかってなってかなり話題になったとは思うんですけどそのなんか絵がねとにかく立体的なんでですよでそのさっき言った体育館の真ん中に台があってそこで、えっと、主人公とヒロイン2人が踊ってるのをこうまあ360度までとは言わないですけどもこう180度こうぐるーっとカメラが回るような感じでカメラワークがねすごい。 かっこいい。映像美を見せられた感じがして、素晴らしいなというふうに思いました。えあたらよさん、僕は、ね。えー、僕の心のやばいやつ。で、最後、ピックアップさせていただくのは、こちらです。テレビアニメ、マッシュル2期オープニングテーマ。えー、クリーピーナッツさんの、えー、ブリンバンバンボ,ンボーン。えー、ぐい。えー、ぐい曲来てもだ。 世界やばいねこれいやていうかめかっこよすぎんすごくないマッシュルのオープニング2期見た方はね多分あこれは流行るわーって思ったと思うんですよ。ね。あのー、実際に TikTok で今世界中でバズっててこの「ブリンバンボン」あブリンバンバンボンっていう曲が。あのえっと、日本の 人のみならず海外の皆さんがこのオープニングテーマでキャラクターが踊マッシュルっていうキャラクターが踊ってるんですけどそのキャラクターの踊りを真似してて踊りまくってるんですよねでこのオープニング出てまだ1週間経ったか経ってないかぐらいなんですけどもうすでにめちゃくちゃ世界中に広がってるってこのスピード感がすごいなというふうに思っててで、まあ、この3つを挙げさせていただきました。 ねねなんか僕何が言いたいかっていうと、あの、最近のよ,よくある傾向なんですけど、アニメ本編と割と作風が違うことが多いんですよ。オープニングの映像って。これね、ワンピースも今回そうだし、僕やばもそうだし、えー、マッシュルもそうなんですけど、本編とは違う色彩感だったりとか、キャラデザだったりとか、色味とかも、 なんんかね違うんです要はインンンデディペンデント、うん、独立してる感じオープニングが。ってるっていうなんかオープニング映像というよりもアニメーションミュージックビデオに近い形のオープニング映像がすごい今流行っててなおかつ「僕ヤバもそうだしこの「マッシュル」もそうなんですけど踊ってるんですよキャラクターが大体。 ね、TikTok を視野に入れて多分言うてるんでしょうねプロデューサーさんとかが「ちょっと踊らしてもらっていいですか?」とか「ね、いや分からへんよ分からへん」でちなみに言うと「生ラメめんこいギャル」も踊ってもらってるんですけどギャルがギャルピーとかで踊ってるんですけどこれ別に僕がったわけじゃないしプロデューサーが言ったわけじゃなくて多分そのオープニングの絵コンテ切ってる方が「いやこの曲に はやっぱ踊らせた方がいいかなっていうので踊らせてるんだと思うんですけどやっぱ踊ってるアニメオープニングが増えたなっていう傾向であとこうやってインディペンデントするためにアニニメ本編とオープニングの監督が違ったりします最近の傾向、まあ昔からあるんですけど、えっと、本編は本編で監督が作ってて。 もちろん監督は総監督として、えー、と監修はするけどもオープニングは別の方が絵コンテ演出を考えているっていうねなんでそのだからそういうミュージックビデオ的なオープニングがあの作れちゃうしすごいより力が入ったオープニング映像が作れるっていうなんかそういう傾向があるっぽいですよ。はいでまあ、これねじゃあ僕の推測 なんで別にザレ言だと思ってもいいですしただの僕のあの個人的な見解なんですけどこのブリンバンバンボンでめちゃくちゃアニソンの潮目変わったなと思ってるんですよでこれなんでかっていうと夜遊びのアイドルって世界的にめちゃくちゃヒットしたじゃないですかでアイドルのヒットの仕方って TikTok とかも 含めたところで SNS のバズりがあってアニソンとしてだけじゃなく、まあ、楽曲だったりミュージックビデオの映像日だったりとかが世界中で広がっていってみんなが踊ったりしてっていうので爆発的に広がっていったじゃないですか。でも大本はテレビアニメ「推しの子」の主題歌だから っていうので推しの子がヒットしてます主題歌夜遊びのアイドルですじゃあ日本のユーザーさんがすごい流行ってるからっていうので日本国内で一度流行らしてるんですよでそれが海外に漏れ出ていくっていう感じだったんですわかりますなんで日本の器から溢れたものが、えー、海外にまあ 流出していくみたいな感じの流行り方だったと僕は記憶してるんですけども今回の「ブリンバンバンボンクリーピーナッツさん」あのもう同時に同時多発的に世界でヒットしてるっていうこれがすごい違うなって思ってアニソンの潮目変わったなって思ってるんですけどなんかその夜遊びアイドル以降を やっぱり日本のアニソンってめちゃくちゃ世界中から注目されてるなって思うんですよね。だからこそ、その1月っていろんなアニソンがあの出てくるらしいよっていうので、多分世界中がね、あの、わかんないですよ。世界中がこう注目してたと思うんですよ。そして、あ、マッシュルの2期のオープニング、クリーピーナッツのやつ、いいじゃんって言って、あの、ピックアップして、それで、 今、世界中でバーって流行ってる。だから、なんなら、日本国内で流行る前に、世界でも流行っちゃってる、みたいな感じなんですよね。だから、なんか、そのアニソンの,あの注目のされ方っていうのが、すごいスピード感が出たっていうのと。プラス、世界規模の分母になったっていうところで、だいぶ仕様目が変わったな、っていう印象を、私。 受けました。はい。ぜひね、あのー、皆さんもあのー、聞いていただきたいということで、えー、ここで1曲お届けしたいと思います。テレビアニメマッシュル2期オープニングテーマクリーピーナッツさんです。ブリンバンバンボン。<music> 大石島選手のヤングタウン MBS ラジオからお送りしておりますけどもここでコーナーに参りましょう最初のコーナーは色メガネです、えー、このコーナーは大石のトレードマークメガネにちなんで砂利がかけているかもしれない色メガネすなわち偏見を送ってもらい僕が色メガネかどうか判断していきたいと思っておりますよ砂利ネームさえかさん、えー、広島県広島市の方の色メガネ辛いものが大丈夫な人の 辛くないは絶対に信用してはいけない辛いものが大丈夫な人の辛くないは甘党の私には激辛ですこれはありますねあの僕も注意してますっていうかなんか辛党の人っていうか辛いものが大丈夫な人ってなんか別かれ分かるよね顔で。<laughs> 私辛いもの平気みたいな顔してるよね。ね僕辛いもの平気みたいな。徳本さんは辛いもの大丈夫ない人。大丈夫です。色眼鏡ですね。<laughs> 皆さん気をつけてください。色眼鏡ってこういうことを言いますね。人を見かけで話しちゃだめですよ。色眼鏡で見ちゃダメ <laughs> <laughs> 徳本さんは辛いもの大丈夫なんですから。 えなんで「大丈夫ない」って言ったんでしょうね僕はねああでも僕辛いもの好きなんですけどやっぱ歌を歌うんでその歌う前とかには辛いもの避けたいというか避けるっすよだからたまにそのねあの楽屋とかで歌う前にちょっと辛めのカレーとか。 あの麻婆丼とかそういうのが置いてあったりするとまあ食べずにステージに上がったりすることがありますね。わざわざそのスタッフさんにあの牛丼買ってきてもらったりとかね多分思われてるでしょうねでもあの結構言いますよね辛いもんは喉に。 にこう詰まっっちゃったりととかかするとかなんでまあこれ歌を歌う前うんぬんかんぬんじゃなくて例えば発表会があったりとかあのレセプションがあったりとか大事なお仕事の前とかまあもちろん辛いもの好きな人はいいですけど大丈夫な人はでも喉に来るっていうのはね一応負担がかかるっていうことだとは思うんで気をつけて食べていただけたらというふうに思いますけどねいやーこれわかるわジャリネームルマンドーさん えー、東京都中野区の方の色眼鏡歯ブラシの毛柔らかい人はベッド派硬い人はお布団派 <laughs> ほー新しい視点の色眼鏡ですね僕は柔らかくてベッド派なんでこれ僕には当てはまってますけどただ 硬い人がお布団派っていうのはちょっとあんま聞いたことがないんでそっちのサンプル取れてないから実際の色目がね肩レンズ近いまで色目がね <laughs> 入ってない状態ですけどね硬いのうん固いのもいいけど柔らかい方がなんか歯の隅々までいってる感じがして僕は歯ブラシ的には好きですねあとあのヘッドが大きいやつあるじゃないですかあの小さいやつよりも。 大きいのが好きですねでもこれもありますよね小さい方が歯の奥の方まで取れるんじゃないか汚れがみたいな感じで細いのを使ってる方いったりとか歯ブラシでもその細いのを売りにしてる人,人 <laughs> 細いのを売りにしてるメーカーもあったりするですもんね。えー、これちょっと わからないですけど柔らかいのがベッド派っていうのはなんとなくわかる気がしますね普通の人歯ブラシの毛が普通の硬さの人、うん、それはもうあのベッドの上にお布団や <laughs> <laughs> ベッドの上にお布団の人やそれはもう普通の人 <laughs> ねえ 寝てください <laughs> 普通の人はね <laughs> ジャリネーム工作員のヒロさんの色眼鏡女性の聞いてくる「今日の私いつもと違うけどどこかわかる?は」はサイゼのメニュー表の間違い探しレベルにむずいこれは僕は気づきますけどね「今日の私いつもと違うけどどこかわかる?お<ー>」おイヤリングやろ 不正解 <laughs> <laughs> よくやりますよよくやりますこういうのはねわからんよね正直ねでも僕嬉しいんですよその質問をされること自体が嬉しくないですか気づいてほしいっていうことじゃないですか私の気づ私の違いに気づいて昨日の私とは何かが違うのあなたは気づいて <laughs> って嬉しくないですか嬉しいよね 首筋やばかった。<laughs> えっ、首筋は嘘や。歌ってる。びびびびびでした。歌ってる時の首筋でした。何をしてんねん俺。<laughs> どこに力入れてんのよ。でも嬉しいですよ。気づいてほしいっていうことは。僕は、まあ、その人にとって特別なのかなとか。気づいてほしいと思ってる人なんだ。そういう対象なんだっていうね。思えるから、すごい嬉しいですけどね。 まあよく外しますねこれはねで外すのは別にいいんですよ後で怒られてもね聞かれるっていうことが大事聞かれない人もいますからねえー、というわけでえー、たくさんのお便りありがとうございます、えー、引き続き各コーナーへのお便りや新たなコーナー案もお待ちしております、えー、ycatmarkmbs1179.com までメールを送りください 続いてはこちらのコーナーです。大石とお話。このコーナーはシンガーソングライター、アニソン歌手、映像プロデューサー、俳優、司会者、推しの友達、ツイッター芸人などなど、無数の肩書きを持つ大石正義が、さらに芸の幅を広げるべく、毎回ある分野の専門家をゲストにお招きして、エキスパートのお仕事の流儀を学んでいくコーナーでございます。さあ、今夜のゲスト、お呼びいたしましょう。歌手、アニソンシンガーの、あさかちゃんです。こんばんは。 あ、アジェン作派の朝霞ですよろしくお願いしますねねねねえなになに今日私どこが違うと思ううわ出たその対象なんや俺どこが違う,う <laughs> まずはそこをホッとしてるえ <laughs> えーカチューシャーぶ全然違う <laughs> 全然私のこと見てないじゃん <laughs> 正し<義>。ごめんね正解は正解何つけまつげをつけてない ああ、ちょっとこうナチュラルナチュラルなんですよ。確かに最近でやめたんです。つけまつげを。ライブだけとか映像とかしっかりもうがっつり映像が残るものはまつげをつけてもう短をわってさせるけど、なるほど。もう普段のプライベートはいいかなって。ああ、やめました。つけまをつけるに値しないおおいってこと？違う違うよ違うの。 ナチュラルな顔を見せたいっていう。わーーやっぱこう、気心知れてないと。ああ、なるほど。なかなかね、見せられへん。見せられないんです、こお悪い気はしないですけどなんかすげえ丸め込まれた気はますけど。まあまあ、それはいいです。あれ、朝子ちゃんさ、なんか痩せたこんなこと聞くのもちょっとあしはい。いや、ごめんなさいね。なんか、いい私今、7キロ痩せました。えぇ !7 キロ。 七キロってえぐない。いや、だから、衣装が。どんどんね、あの、細くなってるから、余っちゃってる布が、うん。布が余る。もともとその、だから、体重がピークの時に作った衣装だと、もうゆるゆるでが。ええー。それ、なんで、うん、そういう。運動をしたってこと。ジムに行ってます。ジム。珍しく、本当、すっごいデブショーなんで。えー ほんともう競馬以外のことは一切家から出ないんですけどそんな私がジムでしっかり週にジム調教をしてちょっと絞って体をあごめんなさい,なさい自分のことも調教っていうのあそうです <laughs> 競馬やるそうで体絞って <laughs> ライブ前にはちょっとしっかり強めに叩いてあ強めに叩いて、はい、はあはあはあ、なるほどそこでちょっとこう自分のいわゆるその喉だけじゃなくて見た目ビジュアル的なコンディションも っていいいけたらないいなと思ってなるほどね2023年は一番それが自分の中で大きい出来事で。とういうこととういうことやっぱりその見た目も変わるし食事とかもと変わりました。あその自分が食べるものとか私もとにかくジュース大好きで。うん、あの 自分のステージドリンクとかライブは必ず乳製品か、うん、まあそれまでピルクルとか、うそういったものか。あのエナジードリンクだったんですよ。<ー>で自分の気分高めて、いい歌につなげてたんですけど。うん、自分の好きなものを飲んでね。だけども、最近はもう全部お茶か水。うん、お茶か水。変わりました。<laughs> <laughs> え大人になったサカちゃん。大人、うん、になりま。たい,いあと調味料もドバドバ。<laughs> <え>マヨネーズをぶっちゅーつけて醤油もびちゃびちゃつけてとにかく多分そんなに食べる量は多くないのに、うん、なぜか多分体重が減らなかったのは多分調味料とジュースそこでカロリーを一人とってたんだなって気づいて、うん、別にアイス食べるとかお菓子食べるとかそういうのは全くないのに、うんうん、なぜか人よりなんかちょっとカロリー摂取が多いなってそこはやっぱ調味料だったんですよねジュースと。 のの話をして食生活大事っていう食生活て事っていう話ちょっと変えるだけで体がバッと変わるっていうまあなるほどねまあでも健康にはいいかもしれない塩分過多にもならないですしねお醤油とかも適量ですしねマヨネーズもそうかもしれないですけどもそんなあさかちゃんですけどもええあれ6月だっけ なんかもっと最近な気がしましたいや僕もっと昔の気が昔やだ何やだって充実した毎日を過ごしてるってこちゃう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 お互い様やねんかそれはえーそっか6月充実した毎日といえばですよ今もツアー中なんですって絶賛昨日も京都大阪終わって京都大阪今週は福島と仙台にいやー動きすぎちゃういやでもやっぱりこの 透明版ツアってよくやるけどその他の土地って実はあんまり私歌ったことがなくってじゃあ「サテライト」っていう名前をつけてもう自分が一人でバンドを背負わず本当に朝か生身一人で行って歌を歌ったことないところに行こうかなと思って。朝初となるる全全国国都市を回ツツアアーーサテライトシということで新潟とか長野とかあと群馬。栃木 そうなななかかかね行いので地元の愛知もね行ったりして僕はもう名古屋飛ばしせずにあえて入れましたあいやあえても何もないわあなたえいややっぱ透明阪で行くから大阪と名古屋を入れるかどうか迷ったんですよ正直そうねよくよくやるからねだけどまあちょっとここは地元だしあと大阪のみんなにもなんかね東京では基本的にそのバースデーライブ含め単発でやることが多いので東京以外のところ行きます ねえー、そんな朝香ちゃんなんですけども、はい、あの実は僕と事務所が一緒でしてマネージャーさんもチーフマネージャー、まあ、っていうかうちの事務所社長,社長伊藤社長がね <laughs>、はい、あの僕のマネージメントもあのしてもらってるし朝香 <laughs> ちゃんのマネージャーもやってたりとかするわけじゃないですよね。伊藤さんんね飛び回って、ね、なんか その伊藤さんがよくね、その浅香ちゃんように馬券を買ってるんですよ。<laughs> ねえ。うん。おおいの前でやめてよて。<laughs> どんな人間だと思われて。いや、そんな人間だと思ってますよ。いや <laughs> で、まあ、最近はね、朝香ちゃんね、はい、そのアニソンシンガのみならず、<laughs> はいえー、競馬を。 のね、番組やられてたりだとか、はい、あとこう MC とかもされたりとかしてうごす,すごいも多岐にわたってるな特に競馬愛みたいなものは、はい、本当に、ね、あの形になっていってるというか表に出ていってるなっていうふうに僕も見ててすごいねあのすごいなと思っているんですけどとす <laughs>、はい、もともとだってあれだもんね、うん、そう競馬を始めたのって僕より遅いんじゃない全然遅いででそそれこそウマ娘きっかけでで 私は競馬に触れたので、うん、まあうちの父が競馬好きなので、うん、だからその辺の多分入り口のきっかけはハードルが低かったっていうのはあったんですけど,ど,どだから2021年の有馬記念から初めて馬券を買ったのでちょうど2年 2>、うん、馬券を買い始めたのは丸2年、ね、っていう感じですスマホの裏にもいえ今もあんのあ今はね違うんですよ。馬券ってて光が当たると色あせて、うん 最終的には真っ白になっちゃうのであーインクが剥がれてってことそうそう私最初 F フォーリアの単勝10万円を入れてたんずっとだから F フォーリアの単勝10万円を見せられながら朝香ちゃんと写真撮ってたからはいそれでは撮りますねってよくねスマホねこう撮るときに裏面み見えるじゃないですかその裏面に馬券を挟んでる差し込んでるんですよね これ私お守り代わりに入れてて交通事故のお守りとして馬券が当たらなかったのでちょっと当たらないっていうところからあうやってうってみうららっていうね馬がいたんですけど当時すごく一生もしないので一生もしたのかなでもねほぼほぼ負けてて競競馬馬でですすよねそそううだから当たらないからってことで当時はそれで人気でそのつながりでちょっとやってみたんですけどもうついにやめました。 <何>もうハゲてほしくないから F4 の馬券は<ー>光の当たらないところに今クリアファイルで閉じて眠らせてるんですけど<ー>今は阪神ジュベナイルフィリーズで負けたサフィラとキャットファイトの1万円馬券をちょっと両方入れてます、うん、入れとんかい結局馬券入れとんかいここは、ね <笑><笑>なるほどなるほど <laughs> なんかその当たらないお裾分けも結構してるじゃないですかファンの方にそう「ハズレ馬券」のファニコンっていうアプリでファンクラブをやってるんですけど、うんうん、そこで毎月スクラッチがあるので景品として当たらなかったハズレ馬券を自分がサインを入れて毎月プレゼントをしていて。うん 当たり馬券以外は上げてもいいんですよねそ<う>当たりはちょっと下品法に引っかかってしまうのって真だからだから「うん、だから外れた馬券は OK」っていうまあ紙と一緒だから、ね、普通の紙なので、うん、でその外れ馬券を毎回伊藤社長が買ってくるのよ <laughs> ね、うん、ちょっと行ってくるわウィングスみたいな感じでで自分の馬券も買ってきて<ん> <laughs> そうそうそうほんまにちゃっかりねうん そのハズレ馬券もね、その例えばまあ十六等立てだったら、うん、その十六等の単勝を一ね一等一等百円ずつ買ってくるんですよ。で、あの十六枚並べて、<laughs> そのまあどれか当たるんだけどねみたいなそうそう一等だけ当たるんですよ。一等だけ単勝なんで絶対に当たると。<う>で残りの十五等はその朝香ちゃんのファンクラブ行きみたいな感じで。<う> <laughs> ななんかすげシステテマィックにと思ってでも変な話16番てだったらオッズが16倍以上の馬が勝った場合ってくるんですよそれ以上にそれ以上にねだって1600円ですもんねそれだけでそうそうそうだから人気な馬来いってそしたら帰ってくるからその分んかんかあの馬来いよいやいやいやええやんか別にファンクラブのプレゼントになるんやから外れ馬券は外れ馬券で一番システマティックに馬券買ってるわって俺思ってんねんから朝夏ちゃん チームは <laughs> すごいなと思いながら見てますよ、ね、でもそれもやっぱねなんていうんでしょうか朝香ちゃんって本当一つの物事を好きになったらすごい突き詰める、うん、もう元からのオタク体質というか気質があるじゃないですかだから一途すぎて困ってます他のことに目がい行かなくなるというかうん、うん、行けなくなっちゃうんですよね<ー>だから火をつけたくてもつけれない あその他のことに火をつけたくても、うん、なかなかななな燃え上がれないとなんかはまってみたいものとかそういうことなんかねこういう番組出るとに大下さんは気心知れてるから競馬の話もできますけど、うん、場所によってはなかなか競馬の話がねいきなりだとしづらい番組もあるわけで,そうです、ね、もうちょっとそのキャッチーで触れやすい話題「今ハマってるアニメが」とかもう話せないよ。うん 話タイムで話すことができないっていう苦労もあるあサッシャさんとは話せないよねあの番組でね <laughs> そうそうそうサ <laughs> シャさんとはちょっと無理 NHK の番組とかではね話せなかったりしますよねそうまあだからといって無理やりハマって上辺だけで語るのもよくないし、うん、そ,うそこがなんかね紳士やなと思うのよ <laughs> いやいやうんやっぱオタクってにわかに厳しいですから それ私もそうなのでそんな簡単に競馬語ってほしくないし腹立つわ何かいやいやいやこっちはねシンバから見てんだこの馬をって思っちゃうまあまあまあそうねでですね推しの子を見て気づいたのがあのねアイドルと競馬界って似てるかもやっぱりシンバ戦とかから見てて G1 取ったら言いたくなるのいや俺は知ってたで番人気の頃から 今日はは一番人気だけど俺アイドル現場も一緒で「うん、いや俺はデビューの時からちっちゃい百人キャパのところから知ってんだ」うん、なのに今で武道館やって「うん、俺は1万分の1か」と「うんうん、俺は当時100分の1だったんだ」ってそうやって口を大にして言いたくなるオタクの気持ちを分かってしまったなるほど競馬を通して。ほう もういやすごいいい例えやなと思ったんだけど、うん、なんか推しの子が巻き込み事故みたいな <laughs> あごめんなさいまた <laughs> 一緒に並べるのはちょっと違ったかもしれない山でもねそのいやこいつは俺が育てたんやでみたいな感じで言うのってやっぱオタク心理もあるじゃないですか、うん、親心というんですかね、うん、こういうのってねオタク心親心みたいなところだと思うんですけども <laughs> え僕はねそんな朝香ちゃんにも親心みたいなのあるんですよ、はい あさかちゃんに対していやほんまだってあさかちゃんがもうこんな時からこんなちっちゃい時からこんな時からもう僕は見てますからえだってデビューが1 7十七なってすぐですねでデビューした当時とか僕多分会ってるんじゃないなんかのフェスとかイベントとかで初めて会ったのはアニサマのテーマソングのリースイベントで初めてお会いしてタワレコじゃない これそうですそうです,ですよね。でもね、すっごい怖かったの。俺がオーラがありすぎて。俺のそう。え、オーラがないで通ってんねんけど。<laughs> てか、オーラがないって言って、なんとか俺のキャラクター保ってんねんけど。ちょっと営業妨害かもしんないけど、<laughs> うんうん、やっぱね、人かあの、他の人から見たらある。ある。 近寄りがいりづらいなって今では、ね、こう気軽にねご挨拶つもできますけど、うん、やっぱ当時はもうデビューしたてだったし兄様も出るの初めての中で司令もいないからそうちょっと気まずかった楽屋が気まずかった。 なんか同じ部屋だった記憶があって同じ部屋でしたね。しかもそのタワレコの楽屋だったんでかなり狭かったというか、まあ普段はねそのライブハウスっていう感じでもないから、その楽屋自体もね、記憶近かった。気まずかった。何話していいんだろうと思って。ね、しかもあの表では僕結構喋るけど裏だとあんま喋らないからすごい寡黙なんですよ。前をね大事して言いたい。私と真逆。うん。 もう私はずっと喋ってるんですよ。あなたはずっと喋ってますね。もうどこでもだからそれこそツアーの移動中もずっと伊藤社長と喋ってね。うん寝やしない。<あ>寝やしない。で<れ>僕もねあの朝香ちゃん伊藤社長を石とかで車一緒になったことももちろんあるんですけど、はい、二人のね競馬の話マジで止まらん。<laughs> ずっと <laughs> ラジオみたい。い <laughs> <laughs> MBS のあの、うん、競馬ラジオみたい本当に。<laughs> <laughs> だから新曲のレコーディングその「わやわやわ」のレコーディングで最初その一番最後の音を調整するミックスあるじゃないですかうん、うん、<laughs> その時に大石さんもいらっしゃるんだけどそっちのけでずっと周りの人たちと競馬の話してて,あしてた、ね、そこはちょっと反省だなってやっぱ大石さんも一緒に話せるものを話題としてピックアップしないといけない。 俺は音楽のでもいや仕事をしてる中でね私たちはそっちだけでずっと「今週はこの馬が来るだろう何だろ」ってもうそういう音の調整はねこっちの仕事だったりもするからまあそんな音の調整でちょっと思い出しましたけどもそうなんですよ「どさんこギャルは生ラーメン恋」エンディングテーマ「わやわや」はこちらをですね僕が提供させていただいてあさかちゃんに歌だ 歌っていただいております もうずっとね書いていただきたかったんです僕に曲っでもね実は一回断られたんですよスケジュールが大変だって言われてあらそうもう3四年前断った記憶がないなちょっと記憶にないですねどうしてもずっと書いていただきたかったのってあーマジっすか今回念願ですいや僕もそうですよずっと朝香ちゃんに曲書きたいなって思っててようやく今回実現したんですごい嬉しかったですし気合もめっちゃ入った なんか朝香ちゃんにこんなふうに歌ってほしいなとかをいっぱい詰め込んだ曲がいやーなんかこうどうしても自分発信で「ああいう曲作ってほしい」とかオーダーすると自分を客観視できなくなって自分が周りから一体どういう音楽を歌う人間だって思われてるのがちょっとこう見えなくなる時があって久しぶりにこういうふうにあの他の方にもお任せという形で投げて。 このね、帰ってきたもう今日はねこの YouTube で聴いてる人はまだ解禁はされてないので、はい、届けることはできないんですけれどもど、ねうん、でも本当にいい神曲になってますのですなんかこうポップというか浅くの楽曲で今までなかった顔がちょっと見えるんじゃないかなっていう。うんうん、確かに、はい、あの僕もね割と ちょっと朝さかちゃんにあげるのもったいないからいかいやーちょっと待って,待って,待って殺しまおうかなと思ったりもしたんですけどまあでも言うたて前い仕方ないかって渡したんですけどこれ <laughs>、ね、大石さんの仮歌を聞いた時にもともとはねあのお話の段階ではまあ共作という形で作詞をしたいと思って,て、うん、大石さんがその仮歌を仮歌詞と共に入れた状態で私はもういただいたんですけど。うん もう仮歌歌詞詞じゃゃなないのののよももうう本ちゃんのなのもう私が入る隙全くなくて <laughs> ここにあさかが歌詞をおがけするっていうのはもうなくて選択肢としては100%だったの、うん、だからもういやちょっと共作やめてうん、うん、もうこのまま行っていいですっておさんにちょっとお伝え,をしてもいいえでもなんかこれもちょっとあのいろいろ話があって、はい、そのあさかちゃんってその海外に住んでたっていう経験もあって、はい、やっぱ英詞をね あの、ね、入れよう、入れたいみたいなところがあったじゃないですか。はい、で、シングルで切る曲は、大体、い朝香ちゃんの曲って、英語の,あの歌詞が入ってますよ、みたいなことも聞いてたりしたんで、はい、で、自分はね、そんな英語が喋れるわけじゃないから、うんうん、その、英詞の部分とか、朝香ちゃんに書いてもらうとかいいかなというふうに思って、そ,っね、それで、そう。ただ、まあ、とりあえず、その、礼儀として、はい、やっぱ、自分が持てる100%の状態で、一回仮歌で、 仮歌詞で渡しして、その時も全部日本語のね、はい、あの歌詞だったんですけど、ここでも AC とか入れれそうだったらなっていう風に渡したら、うん、これでもういいですねみたいな流れになって、はい、それでそのまま僕がフルコーラス歌詞を書かせていただくっていう形にはなったんですけど、なんで、これまあ言っていいと思うんですけど、はい、その、今までの朝香楽曲と違うところで言うと、わかりやすく違うところで言うと、AC がないっていうのが結構大きいかも。 やっぱり、ね、その圧迫感の過小のところでいくと個性ってそこまで強い方ではないと思うんですよ。うん、まあ良くも悪くも強い強いよ。えー、えそうえー、強いよ。唯一なんかちょっとハスキーぐらいあ<え>げるとしたら。 でででもそこをやっっぱり英語で補ったんです自分の個性というのは英語が武器だって言ってそこに手当てた部分もあったんで今回その自分の最大の武器である英語が使えないってなった時にじゃあ朝香の個性を歌のみでどういうふうに伝えていこうかなってちょっと頭を悩ませたっていうのは本音ではあるんですけど。<laughs> なるほど ただ多分これも言っていいはずあのラップっぽいところがちょっとあるんですよね,そうねセリフラップっぽいやすかねそ,うそ,うそれはまさかの中でもう初めての引き出しなのでいやすごかったわこれでやっぱりその楽曲を通してかっこいいを今まで存分に出してきましたけどかわいいはやったことなかったんですようううんうん、うん。でこれはかわいいを求められてるのか <laughs> <laughs> でも今までマイク一本握ってかっこよくやってきたから っっていう葛藤もあっただやっぱそのどさんこ自体がやっぱりすごくこう、まあ、ポップででも可愛らしい一面もあってその甘酸っぱい恋愛っていうのをベースに話が進んでいくので、うん、まあちょっと今回だけやっぱアニソン歌手ってねアニメに寄り添って楽曲を作ることが使命だと思ったのでなるほどここはもう自分のアーティストからうんぬんじゃなくてアニメに寄り添って自分のなんかこう楽曲作っていきたいなと思って可愛<ー>くそこはもうセリフっぽいラップをちょっと披露しますので。 ラップ部分を、うん、あのレコーディングでやってもらったじゃないですか。はい、実は僕あそこが一番不安だったんですよ。あ、そうだったんだ。朝香ちゃんの歌唱でそういうのなかったから、はい、今まで。だから新しいトライを朝香ちゃんにしてもらおうかなと思ってあえてセリフラップパートを入れたんですよ。はい、で、まあいわゆるこうあの恋愛サーキュレーション的なねアニソンアニソンで言うとそういう風うにイメージしていただいたらわかりやすいと思うんです。 けど言葉にすればみたいで、ね、感そのレイヤーサークリエーション的な感じで想像していただいたらわかりやすいんですけどそれってあ香かちゃんなかったじゃないですか。でぜひやってほしいということで入れさせてもらって、うん、レコーディングいざ望んだらもうバリバリキュンキュンボイスでいや <laughs> あなた 隠れて練習してた <laughs> みたいな感じのすごい120点のボイスが返ってきたんですあ嬉しい。いやすげえなって、まあ、歌唱ができる人って基本的に耳がいいから <laughs> でもちろんアニソン愛もあるしアニメ愛もあるからきっとやっぱそういう。 ところでの引き出しがもともとあったんだろうなと思って、めちゃくちゃ感心しながらレコーディング進めさせていただいたんですけど、あと英詞がないっていう話も、はい、あの、英語っぽい響きの、えっと、和,和音というか、和音じゃないや、うん、えっと、うん えー、日本語って結構あると思うんですよタイトルもそうですけど「はい、わやわやわ」って<ー>あの今日本語にしてはいるんですけど「あのはい、わや」って北海道弁でもうすんごいとか「いやいやいや」みたいな感じの,、うん、あのニュアンスの言葉だったりするんですそれをタイトルに入れたいっていうので「わやわやわ」っていう日本語表記にはなってるんですが、はい、これもなんか英語っぽいというか「うん、そのわお」じゃないけど「わやわや」みたいな感じで響くかなと思って。 で、朝香ちゃんに歌ってもらったら、割とドンピシャだった。んですごい、あのー、朝香ちゃんのソウルフルな歌に、歌声にすごいぴったり合う。あのー、日本語、だけど、英語っぽく聞こえるみたいなところに、うまく落とし込めたなと思うんで。ちょっとぜひ期待していただければなとうう。もう期待しかないね。<laughs> みんな、本当 <laughs> に。<laughs> もうで。一家、はい、に十枚あっていい。一家に十枚あっていい。い、うん、あ、ちょっと俺も言わせてもらっていい。はい 一家に十枚あっていう、<laughs> 本当に。に本当に。めっちゃいい曲だから。めっちゃいい曲なんだから。いね。じゃあ、あ十、十で二十。二十。ね。本当に。ハズレ馬券は朝かのほま、ファンクラブイベント出すから。<laughs> そう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 。<laughs> ハズレ CD はないけどねハズレ CD はないですけどもね。なんでぜひ皆さんご期待いただければなというふうに思いますレコーディングでも楽しかったですねでも緊張しましたやっぱりあの大藤正義にディレクションをしてもらうなんてもうそんな人おらんなかなかそういうキャラで売ってないのよそんな大先生みたいに言わんといていやあのなんかね びっくり優優しい優しい私もっとスパルタかなと思ってて<ー>それこそあの。 あのユニゾンスクエアガーデンの田渕さんとかは専門ノック方式で「うんうん、朝が違うもう一回」っつってて結構もう田渕さんが納得いくまで「朝かがオッケー」って言っても「田渕オッケー」が出ないと思う進まないみたいな、えー、取り方をされるので、うん、ちょっとねそれに近いものがあるんじゃないかなっていう気持ちでちょっと行ったんですけど、ね、これお医しさん多分もう朝かを鼻からもう否定しにくいか <laughs> 朝かちゃんちゃうで甘いぞ」そこうん、みたいな。あなた全然ダメそう ああ全然合うよ <laughs> 心に響かない <laughs> 何それ誰のマネなん <laughs> 俺のマネなんかこうデヴィ夫人的な <laughs> ちょっとこうガッといかれるかなって思ったんですけどあ,あなたの歌響かないわ全くダメだよって <laughs>、まあ、だめかかなと思ったけど <laughs>、うん、まあ優しい朝香ちゃんそれもいいけどこっちもどうかな絶対に、ね、否定をしないの、うん、それやっぱり大石さん自身が多分音楽に正解はないっていうのを一番知ってるからこそそういうディレクションをされるのかなっていう。 なるほどね、うん、だこれもいいけどこっちも試してみるみたいな選択肢を増やすみたいな、うん、もうそれはやっぱもう尊敬しかないわいやいやそそもそもうまいから、ね、<laughs> で最初からやっぱ正解引かれるからそれでじゃあそ,のそこからなんか別の正解ないかなって探すのが面白かったりとか、うん、ボーカルディレクションの醍醐味だったりすると思うから <laughs>、はい、だから。 あさかちゃんの場合は、めっちゃディレクションしやすかったし。<う>あと、そのたくさんいろんな答えを用意してもらったから。選びたい放題だった。うわ、ん、あ、あ嬉しい。うん、<は>天才ボーカリストっすわ、ね <laughs> す競馬。競馬だけじゃないんだから。そう。これを、本当そうです私、今、フォロワー十一万人ぐらいいるんですけど。うんえー、大体、その八割ぐらい、私を馬券師だと思って。<laughs> 馬券師<士>。な <laughs> ん <laughs> か<ら>、待って。馬券師。 なんのそう競馬の女っていう見方を最近する人が多くて私が本業で歌のツイートをすると全く伸びないんですよ。だまあだって「白リツイート」とかうん、うん、競馬のツイートするともういわゆるそのアクセス数みたいなインプレッション数もまあもう倍ぐらい違うんですよ。でリプの反応も全然違うしみんな本業忘れてんだろうなってだからもう私にいよいよしびれを切らして書きました。<お>ツイッターーのプロフィールに歌手やってますはい で競馬の仕事もしてました。うん、もう歌手という言葉を入れておけばこれで誤解を生まないだろうと思って。あ<ー>昨日ちょうど変えたばかりです。あ、昨日変えたんだ<う>プロフィール。昨日変えたばかり。ええ遅いね。<laughs> <laughs> 遅いから。遅いね。い <laughs> もうちょっと早かったられよかったね。<laughs> <う>いやでもそれはあの嬉しいことだと思いますよ。だって別の窓口が開いてるっていうことですし。うん、僕もだってあおしゃべりクソメガネって歌歌えるんだ。 っていうツイートとか見ると嬉しいもん大石さんレベルでいやいやも,うもちろんですよか。なんかあこいつそういえばアニソンシンガーだったわみたいなのとかすごいたくさんあるんですようんあ芸人さんかと思ってましたとか声優さんかと思ってたとか結構言われたりするんですけど全然それも嬉しいポジティブにねそれを、うん、自分の本業を忘れるぐらい そっちのまあ肩にハマってるというかま喋りも上手し演技もできるしみたいな歌が追い越したらいいだけだもんうわかっこいてをえなかなか言えないっす今の一言歌が追い越したらいいだけだもんはいメモっといてそう。大先生の言葉メモっといて多分一着くるよ単勝で買っといて 倍でよ安いいんだかうん当に絶対来るんだからさあということでですねもちろんエンディングテーマ「わやわやはこちらもなんですけども先ほどツアー中ということも言ってましたが全国10カ所のツアーまだまだ回っておりますと回ってる最中です次が福島仙台近くに住んでる方とか。福島、宮城 とか長野とか新潟とかね、ね、機会があれば群馬栃木、ね、なかなか行く機会ないかもしれないですもんね長野新潟栃木とかねいやそう,そうですねぜひ朝香ちゃんの生歌 浴びてほしいですね。そう、わやわやはもうね、あの今週のライブから解禁ということで、ここでも初歌唱をしますので。記念すべき、じゃ、福島には絶対集まんなきゃダメっすねま旅行がってらね、遠くにお住まいの方でも、福島いい、美味しいもありますからね。たくさんありますからね。赤べこ買って帰ってくださいよ。おお、なるほど。ぜひ、皆さん、あのライブの方にもお越しいただければと。いうお待ちしておりますよ。さあ、ということで、朝香ちゃんのご出演、ここまでとなります。ありがとうございます。あっちゅう間だったね。 また遊びに来てよもちろんねえー、おいしとお話のコーナーではあなたが話を聞いてみたい専門家のリクエストもお待ちしておりますこちらも yq.mbs1179.com までメールお待ちしておりますそれではここで一曲お届けしたいんですけども和坂ちゃんの方から曲紹介よろしくお願いいたしますはいでは聞いてください現在放送中のテレビアニメドサンコギャルはなラメンコイのエンディングテーマです朝霞でわ,よわ,よわやわやわや さあ、そんなこんなんでお別れのお時間でございます。えー、次回の収録は1月の22日月曜日夜、YouTube で生配信しながら収録いたします。えー、詳しい時間等々は番組 X からお知らせいたします。大石とお話のコーナーのゲストには、ダンスボーカルユニット、マッドキッドから、ゆうたさん、かずきさんにお越しいただきます。 この間ね、アニソンフェスでご一緒させていただいて、ヤンタンめっちゃ聞いてくれてるらしいんですよ。ちょっといろいろとお話をお伺いしたいなというふうに思います。なんかダンスシーンから見るアニソンシーンっていうのも面白いかもしれないですね。いろんな話に花を咲かせたいと思います。また来週もお楽しみに。それでは皆さん、また来週。さよなら。